平成27年9月関東、東北豪雨は2015年9月9日から11日にかけて関東地方及び東北地方で発生した豪雨災害。日本海の台風18号から変わった温帯低気圧と太平洋上の台風17号9月7日に発生した台風18号は9月9日に東海地方へ上陸した後、同日夜に日本海で 温帯低気圧になった。この台風による直接的な被害は大きくなかったものの、日本海を北東に進む台風から変わった温帯低気圧に太平洋上から湿った暖かい空気が流れ込み、日本の東の海上から日本列島に接近していた台風17号から吹き込む湿った風とぶつかったことで南北に連なる雨雲が継続して発生。 関東地方北部から東北地方南部を中心として24時間雨量が300ミリ以上の豪雨とそれに伴う大規模な被害をもたらした。まず9月9日には関東地方北部を中心に豪雨となり、9月7日0時から10日17時までのアメダス観測地によれば24時間雨量として10日の朝までに 栃木県の日光市50里で551.0ミリ、日光市今市で541.0ミリなど、栃木県内の各所で300ミリ以上を観測。また、期間降水量は、今市で645.5ミリ、50里での622.0ミリ、トロブの561.5ミリ、カヌマの523.0ミリなど、栃木県の各所で400ミリ以上を観測した。 9月10日0時20分、気象庁は、栃木県全域に対し、さらに7時45分には、茨城県のほぼ全域に対して、大雨特別警報を発表し、これらの地域では、河川増水、土砂崩れ、低地への浸水などへの最大級の警戒をすると、ともに、それ以外の周辺都県でも厳重な警戒をするよう、呼びかけた。雨の範囲は、次第に、 東北地方に移り、11日3時20分に、気象庁は、宮城県に、大雨特別警報を発表した。各県に出されていた大雨特別警報は、栃木県で11日6時に、茨城県で同日8時15分に解除され、宮城県でも19時30分に解除された。9月18日、気象庁は、関東地方及び、 東北地方を襲った豪雨及びそれによってもたらされた災害に関して平成27年9月関東、東北豪雨と命名した。また国土地理院では公式サイトに平成27年9月関東、東北豪雨の特設ページを設け地形図や空中写真などのデータを用いて根治災害の情報を公開している。10月6日政府は 農業関連の被害について、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく、激甚災害に、福島県南合津郡南合津町、大沼郡昭和村の区域に対して、局地激甚災害にそれぞれ指定することを閣議決定し、翌7日、交付、施行した。これによって、自治体が、農地や、 農業施設の復旧工事を行う際の国による費用補助の割合が最大で90%ほど引き上げられることとなった。9月7日から9月11日までに観測された総降水量は栃木県日光市今市で647.5ミリ、宮城県丸森町ヒッポで536.0ミリを観測するなど関東地方で600ミリ、東北地方で500ミリを超え、 9月の、月降水量平年値の2倍を超える大雨となった。浸水した茨城県上総市に派遣された、自衛隊員洪水が去った後の宮城県、台和町役場洪水が去った後の宮城県台和町、家電量販店付近消防庁による2017年10月18日、現在の被害まとめによると、茨城県で15人、栃木県で3人、宮城県で2人の、 計20人の死者が確認されている。また、全国で負傷者82人、住宅の全壊81棟、半壊7090棟、一部破損384棟、床上浸水2523棟、床下浸水13259棟、非重化被害1722棟となっている。また国管理の5河川と、 都道府県管理の八十河川で堤防の決壊、清水や漏水、一水、堤防の利面の欠損、崩落などが発生したことが確認されている。9月13日17時に公表された集計によれば、8日以降岩手県から香川県までの1と19県で、約24万人に避難指示が、約315万人に避難勧告が発令された。 木の川の堤防が決壊してから1年経っても、上層市民79世帯197人が、県や市が提供する公営住宅などで仮住まいを続けている。茨城県上層市付近では、9月10日早朝より、木の川の数カ所で、腰水や堤防からの漏水が発生し、12時50分には、同市三坂町で堤防1カ所が決壊した。 これにより、上層市では、絹川と古海側に挟まれた広範囲が水没し、直接的な死者2名、災害関連死12名、負傷者40名以上の人的被害のほか、東日本大震災の教訓を取り入れて2014年に、竣工したばかりの上層市役所本庁舎が浸水したのをはじめ、前半回家屋5000棟以上という甚大な被害を受けた。 この時の対応について、上層市は、検証委員会を設置して報告書をまとめている。また、東京電力の鬼怒川発電所、道矢原発電所、赤川発電所で、発電機の水没や、施設の損傷が発生したため、発電を停止。また、土砂崩れによって、送電鉄道が傾いて、断線、野岸鉄道合図鬼怒川線への給電ができなくなった、ため、 道路線は運休となった。他にも、栃木県日光市の絹川温泉で絹川に面したホテルの露天風呂が倒壊している。栃木県栃木市立部屋小学校と小山下手派、川西小学校は、水害で校舎や体育館が水没し、他校の空き教室を借りて授業を再開する方針を発表。2学期の終業式は、 体育館が改修中で利用できないため廊下や音楽室で行われた。2016年3月には、羽川西小学校の体育館の改修工事が終了し、3月9日に復興式が行われた。小山自動車教習所では、施設や車両が18台中14台が水没するなどの被害を受け、営業を停止していたが、 2015年11月11日に営業を再開した。11日には山形県最上郡最上町で最上小国川が氾濫。宮城県大崎市で成瀬川水系の渋井川の堤防が決壊し、黒川郡富谷町や山戸町では吉田川や支流の前川、竹林川が氾濫。福島県相馬郡飯舘村では台風による河川氾濫で、 村内に集積されていた福島第一原子力発電所事故の除染廃棄物を詰めた395袋が流出。発見された袋の少なくとも167袋が破損して中に入っていた土や草などが流出したとみられている。なお、南相馬市原町区まで流された2袋についても中身が流出していた。東武鉄道は 栃木県内の各線が被害を受けた。東武日光線は、下小城駅での土砂流入、新加沼駅北鹿沼駅間の森土流出により、新加沼駅下も今市駅間で運休、東武宇都宮線は、安塚駅西川田駅間の姿が和題に、気津橋梁の境内及び、橋桁が流出したため、安塚駅西川田駅間で運休。 東武絹川線は新高徳駅小佐護駅間の森土流出、小佐護駅絹川温泉駅間の線路採石流出などにより、下今市駅から新藤原駅間で運休となった。普通区間のバスによる代行輸送及び他車線への振り替輸送が行われていた。 東武鉄道の一部区間は9月18日までに復旧し残る区間も10月7日までに全線で復旧した。関東鉄道上層線は、木の川の堤防決壊により、小木の駅、総道駅間で浸水し、運行拠点である三日移動車両基地も被害を受けた。このため、鳥出駅下立駅間の全線で運休となった。 9月18日までに、鳥出駅三津街道駅間と下妻駅、下立駅間で列車の運行を再開。10月10日には残る三津街道駅、下妻駅間で列車の運行を再開したが、応急復旧であり、通常より大幅に運行本数が少なくなっていた。11月16日に全線で通常運行に戻り、快速運転も再開となった。小港鉄道線は、 上佐大久保駅養老渓谷駅間で森土が流出するなどの影響により、上佐牛久駅上佐中野駅間が運休。9月16日までに上佐牛久駅、月崎駅間の列車の運行を再開したが、森土の復旧や土砂崩れの撤去に時間を要し、月崎駅上佐中野駅間の運転再開は同年10月24日となった。ありがとうございます。